インスリン様成長因子1は、インスリンに類似した分子構造を持つホルモンである。小児の成長に重要な役割を果たし、成人においても同化作用を有する。そまとめシーとも呼ばれる。イグフマイナス1は人では、イグフ1遺伝子に高度される、タンパク質である。イグフマイナス1は70アミノ酸からなる1本、グサリポリペプチドで、分子内に3つのジスルフィド結合を有する。 イグフマイナス1の分子量は7649である。イグフマイナス1の合成アナログであるメカセルミンは成長障害の子供の治療に利用されている。イグフマイナス1は主に肝臓で内分泌ホルモンとして産生されるとともに標的となる組織においても防分泌または自己分泌が行われる。イグフマイナス1の産生は成長ホルモンによって 刺激され、栄養不良、成長ホルモンに対する悲観受精、成長ホルモン受容体の欠損、または SHP ニアスタットコバイトなどの成長ホルモン受容体の下流シグナル伝達経路の機能不全などによって阻害される。イグフマイナス1の約98%は6種類のイグフ、結合タンパク質のいずれかに常に結合している。 その中で最も豊富なタンパク質であるイグフブプマイナス3は、イグフの結合の80%を担っている。イグフマイナス1とイグフブプマイナス3は1、1の量比で結合する。イグフブプマイナス1は、インスリンによって調節されている。イグフマイナス1の 3D モデルタンパク質の摂取は、総カロリー消費とは、無関係に、イグフマイナス1のレベルを上昇させる。 体内循環する成長ホルモンやイグフ -1 のレベルを変動させる因子としては、インスリン、遺伝的蘇生、時間帯、年齢、性別、運動状況、ストレスレベル、栄養レベル、ボディマス指数、疾患状況、民族、エストロゲンの状態、生体異物の摂取などがある。イグフ -1 は成長ホルモンのシグナルを媒介する主要な因子である。成長ホルモンは、 脳化水体全容で作られ、血流に放出された後、肝臓でイグフマイナス1の酸性を刺激する。その後、イグフマイナス1は全身の成長を刺激し、体中のほぼ全ての細胞、特に骨格筋、軟骨、骨、肝臓、腎臓、神経、皮膚、造血系、肺の細胞に対して成長促進効果を発揮する。 インスリンに類似した効果に加え、イグフマイナス1は細胞の DNA 合成の調節も行う。イグフマイナス1は、イグフマイナス1受容体とインスリン受容体の少なくとも2種類の受容体系チロシンキナーゼに結合する。イグフマイナス1の作用を主に媒介するのは特異的受容体であるイグフ 1R であり、イグフ 1R は様々な組織、様々な細胞種で、 細胞表面に存在している。イグフ 1R への欠乏によって、細胞内のシグナル伝達が開始される。イグフ -1 は、細胞の成長と増殖を刺激する、アクトシグナル伝達経路を活性化する天然の因子の中で最も強力なものの一つであり、プログラム細胞子の強力な阻害因子でもある。イグフ -1 は、イグフ -2 と呼ばれる、 タンパク質と密接に関係している。イグフマイナス2もイグフマイナス1受容体に結合する。一方、イグフマイナス2受容体に結合するのは、イグフマイナス2のみである。イグフマイナス2受容体は、シグナル伝達機能を喪失しており、イグフマイナス1受容体に結合するイグフマイナス2の量を減少させる、シンクのようなの機能を持つ。 インスリン様成長因子1という名称が示す通り、イグフマイナス1は構造的にインスリンに類似しており、インスリンよりも神話性は低いものの、インスリン受容体に結合する能力を有する。メチャのグロースファクターと呼ばれるスプライスバリアントが存在する。イグフマイナス1の賛成、またはイグフマイナス1への応答ができない、希少疾患では各疾患に 特有の成長不全が見られる。このような疾患の一つであるラロン症候群では成長ホルモン需要体が欠損しているため成長ホルモン療法による効果は全く見られない。アメリカ食品医薬品局はこれらの疾患をシビアプライマリーイグフディフィシャンシーと呼ばれる疾患へ分類している。通常これらの疾患の患者は正常または高い成長ホルモンレベル 標準身長からマイナス 3SD 以下の低身長、マイナス 3SD 以下のイグフマイナス1レベルという特徴を有する。ダロン症候群の患者は、癌や糖尿病の発症率が極めて低い。先端巨大症は、脳下水体全容で過剰量の成長ホルモンが酸性されることで発症する疾患である。成長ホルモンの酸性の増加が引き起こされる。 障害には多くの種類があるが、最も一般的なのは成長ホルモン酸性細胞に由来する過水体選手によるものである。成長ホルモンレベルとイグフマイナス1レベルの双方の上昇によって、解剖学的変化と代謝異常が引き起こされる。ダロン症候群の患者はイグフマイナス1単独、またはイグフブプマイナス3との併用による治療が行われる。メカセルミンは、 イグフマイナス1の合成アナログであり、成長障害の治療として承認されている。イグフマイナス1は、酵母と大腸菌を利用した組み替え発現による大規模な製造が行われている。1型糖尿病、2型糖尿病に対する組み替え、イグフマイナス1投与の臨床試験が行われていたが、糖尿病網膜症の悪化のため打ち切られた。 熱症や筋強直性ジストロフィーに対する臨床、試験も行われている。筋縮性即作効果症に対して2つの臨床研究が行われており、一方では効果が見られたものの、もう一方の結果は曖昧であった。その後の研究では、イグフマイナス1の有益性は見られなかった。イグフマイナス1レベルを上昇させる、知見薬イブタモレンの臨床試験では、 アルツハイマー病の,の症状の改善は見られなかった。2006年12月、インスマド社から販売されていたイグフマイナス1、製剤が同じくイグフマイナス1製剤を販売しているターシカ、社の特許を侵害していることが判明した。ターシカ社は、アイブレックスの販売の差し止めを求めて、アメリカ合衆国地方裁判所に提訴した。特許権侵害訴訟と両社間のての訴訟の 和解へ向けて2007年3月インスマド社はアイプレックスのアメリカ市場からの撤退に合意しその結果テクリカ社のインクリレックスは当時アメリカ合衆国内で販売されていた唯一のイグフマイナス1製剤となった鹿の袋ズノの抽出物を含むスプレーにイグフマイナス1が含有されているという主張が多数の情報源でなされているこの主張は 鹿の角度が極めて急速に成長し、関連する細胞由来因子が人の骨の地位を同様に補助することに基づいている。しかし、イグフマイナス1は、タンパク質であるため消化管で迅速に分解される。仮に分解を免れたとしても、その大きな分子量と高い浸水性のため、腸組織からは吸収されない。それにもかかわらず、 六エキスを含むと主張するスプレーや錠剤は、規制もなく自由に販売されている。2013年9月、鹿の角のスプレーや他の疑わしい製品を販売していることで知られていたスワッツの本部に対する捜査が行われ、アラバマ州のディセプティブトレードプラクティスアクトに対する多数の深刻かつ意図的な違反のため、アラバマ州司法長官から閉鎖を命じられた。現在、 イグフマイナス1は様々なスポーツ団体によって使用が禁止されている。鹿の角のスプレーはプリオン病とも関係している。1950年代にはイグフマイナス1はインビトロで軟骨の硫酸化を促進したため硫酸化因子と呼ばれていた。1970年代にはインスリン抗体によって抑制されないインスリン様物質であることからシュラと名付けられていた。 ありがとうございます。